伊達店東京オリンピック話10、真夏の夜の夢、2019年3月10日、日、20時分20時45分の放送内容、ストックホルムにて思想、中村勘九郎、と弥彦、生田斗真は、二人きりで練習に励む、白夜や外国人とのレベル差に苦しみながらも、初の日本代表選手として戦いに挑む、番組内容、ストックホルムで思想、中村勘九郎は白夜に苦しめられる、大森兵造、竹柳豊の体調が芳しくないため、43話弥彦、生田斗真と共に自分たちだけでトレーニングを開始、だが、外国人選手との明らかなレベルの差にめいっていく、やがて追い詰められた弥彦がとんでもない行為に、その頃、朝太氏の名を授かった構造も、窓か高し、松尾鈴木の魔術を必死に盗もうと取り組むが、その凄さに圧倒される。出演者、出演、中村勘九郎、生田斗真、森山美樹、至極高行会、松尾鈴木、中村獅童、シャーロット、ケイト、フォックス、竹柳豊、役所広司、話、出演、ビートたけし、原作、脚本、作、工藤勘九郎。